3本目の動画はカメです。カメ焼肉といえばカメマッコリです。カメちゃんです。いいね。やっぱりこれがまた酔うんですよ。これにはね、甘くないサイダーとかを1本ここにドバドバって入れて飲むとめっちゃ美味しい。へー、じゃあちょっと一口お願いします。一口で乾杯しましょう。乾杯しましょう。3本目。乾杯。お、マジで一気しないよ。びっくりした今。酔っ払っちゃうから。さすがにちょっとこれ終わってから。撮影終わったね。島町でございます。これね。うん、島町。島町。韓国行きたいんだよね。行きたいな。私行ったことないんだよ、ね。何回も言ったことあるかもしれないか。マジで。ないの。もう韓国行くときはちょっと連絡してこな。行きたい。一緒に行きたい。それこそなんか GoPro とかも買ってさ、ずっと持って。はい、ということで前置きがすごい長かったんですけど、3本目の動画は、まあ、来年したいこととか、まあ、なんかもう酔っ払ってきたんでザックバランに話せる、ザックバランに話せたらいいなと思います。はい、2022年。そうだ、2022年。あ、はい、沖縄でゴルフ合宿をしよう。おー、2泊3日で、2泊3日いいで、うん、2泊3日、3日間、ラウンドレッスン来てくれる人は、2日目の最終日の夜は、一緒に飲みましょうって。はいはいはい。もう、グダグダな感じ、での飲みましょうみたいな。いいね。でもその代わり3日間、もうあの暑い中、ずっと練習一緒に頑張ってもらえる方だけ。え、でも1月、いつやんの？3月とか4月とか、だから沖縄結構暑いから。そうか、そうだね。ラウンドもするの？ラウンドもする。あの、ラウンドレッスン企画と一緒で半分練習、半分ラウンド。へえ。私ね、9月、8月かなに、茨城でラウンドレッスン企画やった時に、アプローチレッスンを1時間半かける2だから3時間外でやったんだけど、マジで本当に超しんどいの。もういや、これね、私喋ってるだけだから、全然いいんだけど、打ってる人が絶対しんどいわけよ。ずっとかがんでるし、かがんでこうやって出るじゃん。そうそうそう。後ろで私がさ、ずっと小言で喋ってるから、そう、私は喋ってるだけだから全然しんどくないけど、打ってる人の方が絶対しんどいわけよ。そうだね。それを1時間半でしょ。まあまあ打つね。へえー、楽しそう。でもそう、でも沖縄はやりたいなと思って、なんか2泊3日でこうすごい短期集中して、いろいろね、一緒になんかできればなみたいな。確かに、それはいいね。うん、なんかコロナがちょっと落ち着いてたら、いつぐらいに発表するの？まあ、1月中にどうするか、予定するかな。そうだよね。だからまあ、もしね、ゆいちゃんのと沖縄行って、ラウンドレッスン、ガチ練習、ガチゴルフレッスンしたい人は、ちょっとゆいちゃんのインスタグラムできっと告知があると思うので、ゆいちゃんのインスタグラムをちょっとフォローしてもらって確認お願いします。はい、いや楽しいと思うんだけどね。いや絶対楽しいでしょ。しかも終わったら飲んで、ああじゃないこうじゃない、また明日も頑張りましょう。そう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 、そう、ああじゃないこうじゃない、それが一番楽しいんだよね。そうだね。それは楽しいわ。何人ぐらい行こうと思ってる？でもやっぱマックス8人だから。2泊3日でマックス8人。ちっちゃんは来年何したい？来年はな、どうしよっかなと思っては、何しよう。でもなんか結構いろいろ話があって、仕事の本当に忙しくなっちゃうかもみたいなのが、ただ私がマジで動かなきゃいけなくなるような仕事が今2つぐらいあって。誰でも任せるんじゃなくてね。そう、私のあの今まで昔会社員でやってきたような仕事を、商品開発的な仕事で、まあでもずっと
食品系の仕事はやりたかったから、やっぱ大手が基本的にはやっぱ上手にできるからさ、できたらいいなとは思ってたけどできないだろうなと思って PR 業をやってるんだけど、それがなんかできそうだから、あ、じゃあそうやりたいなと思ってて、多分やるんだけども、それはな、うまく話が進めば、ちんちゃんが忙しくなったら飲んでくれなくなっちゃうよ、私のつぶやいてもいなくなっちゃうの。確かに、でも飲むは飲むと思うよ、うん、朝は私が起きるだけでもさ、あとバーとかはやりたいなと思って。あ、いいね、いいね、ね、私とゆいちゃんママやって、私とじゅんちゃんでバーやったらめっちゃ面白くない？面白いと思う。そう、やりたいなとは思ってるけど、いい、ね、整理しながらやんないと。確かに、なんかゴルフバーじゃなくて、うん、ゴルフバーはやんない、普通にバー、普通のバーがいい、うん、なん、うん、スナックとバーの間ぐらいな、うん、うん、おいしい、しまっちょ、うん、今個人的なやりたいことばっかりになっちゃったんで、リンゴラとしてやりたいことも話していきたいですよね。やっぱり今ゴルフチャンネルが増えちゃってるのと、まあみんなねラウンド動画って上げてて、まあ、みんながみんな本当ラウンド動画とかレッスンとか同じような動画しかないじゃないですか。なんでなんか違う企画でできればいいなとは思ってるんですけど、バラエティ系ゴルフ YouTuber として、あ、今勝手に食べてたんだけどなんだろう、何がいいだろう、バラエティ系、やっぱ旅行とかだな。旅行いいね。そう、やっぱり旅行行ってもやってること大体一緒かもしれない。そうそう、で酒飲んで潰れるみたいな潰れはしないけど、食べろべろなってみたいな。本当に増えたもんね。増えたし、みんな一緒、撮り方が、もうあのさ、後ろから撮って何番ホール何ヤードですってさやるじゃん。一緒だね、うん、あとはゲストが誰かみたいな感じになっちゃって、まあ、一応今は女子プロ目指してる子たちも試合を竹内さんがお金投げてやってるけど、そうなの、ゆいちゃん出るって、ゆいちゃん出る、あ、ゆいちゃん出る、50万狙いですよ、うん、勝てるかな、そんな若手に。それこそゆいちゃん密着で黙ってるゆいちゃんを遠くからずっと撮り続けることができるであれば今の仕事全部飛ばしてずっと練習するわ。ファイブアンダーだったかな、この間優勝が、うん、それでもこれ白とか、うん、白金な、何人ぐらい出てるのね、40前後。あー、結構いるね、うん、一応ね、年齢制限は30以下みたいにして、あー、ギリギリじゃん、30以下とかしてて、私出れないわ、アウトだわ。もう練習しないとだよね。出るなら本当にちゃんと練習する。うん、出るんだった。いいじゃん。出るか。うん。やっぱ。うん。いいじゃん。練習するか。うん。え、面白くない？勝手に面白がってるけど。検討お願いします。あ、でも告知動画また撮りますけど、来年の2月、極寒ではありますが、極寒では一応その賞金かけた試合プラス、あの観客入れるパターンみたいな、貸し切りで、まあ、その時ゆいちゃん出た2月。2月寒いな、ちょっと寒いんだよね、ちょっと暖かくなってからしようか、うん、そんなこと言ってる時点ダメだやばい、このぐらいのことなんか、味落ちなくない、止まんないんだよ。美味しいよね、ボラがすごいからね、今誰や？ボラ、あのー、なんていうの、
いい時と悪い時の差がすごいから、うんうん、そうだよね。それをなくさない限りは難しいよね。まあでも練習だよね。そうなんだ。そうね、練習するよ。そうなんだ。おゆっちゃん、いいじゃんよ、それ。私もやりたいけど、結構無謀だからね。超ギリギリの年齢で。ギリギリじゃないよ。応援してくれる、みんな。みんな応援するでしょ。なんかその、ゆいちゃんが、の勇姿をみんな見に行きたいみたいな。2月は一応、観客セットみたいな感じだと思うんだけど、見に来れる、プラス、その前にラウンドできるみたいな。その後にしたのはちょっと忘れるんだけど。言って参加型みたいな試合やるんだけど、いいな。山ちゃんって、山ちゃんとね、ゴルフ場様と打ち合わせしながら。それはどこは、白鵬カントリーから成田の、今まあそこが結構、うん、ここでやらせてもらってるんだけど、ユニマあ、そう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 やってるゴルフ場すごい好きなとこ多いんだよね、まあ、千葉バーディーもそうだし、うん、東京バーディーもめっちゃご飯美味しいの。へえ、本当になんか東京バーディーの料理長さんがすごいいろんなとこでいろいろこう修行みたいなされた方で、へえ、めっちゃくちゃご飯美味しいの。多分ね、うん、もう関東だと、うん、東京バーディーが一番ご飯美味しいと思う。そうだ、本当みんな東京バーディー行ってみてほしい、マジで。なんか行ったことあるかな。ない。なんかね、会うとかいい子忘れないけど、うん、バーディー行ったんですよ。うーん、たんで、あとバーディー神社がある。あるわ。ある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 。バーディー神社があって、そこでこうお願いする、いつも。あるある、あったあったあった、行ったことあったわ。コメントのやつもこんな感じ。いや、あれは読んでない。この間のインスタで最初に見たやつ、クリボッチですかって来た。えぐっ、えぐっ。じゃあ行きます、うん、クリスマスの予定は。クリスマスは、うん、妹夫婦とクリスマスパーティーする。おー楽しそう。去年に続き、去年もそうだったの。去年も妹と一緒にクリスマスパーティーした。いいね、でもうちで。へえー、いいね、いいね。ちゃんちゃんは。私はさっき言った酒飲みの友達と酒飲みの子が結構その料理も好きで、うん、じゃあ私が男みたいにクリスマス料理でご飯作ってるみたいなって言って、彼女の家でご飯を振る舞ってもらう会。おー、いいね。ベロベロになると思うの、うん、クリスマスはただの仲いい友達と爆飲みするっていう、うん、爆飲み会をします。今日のほろ酔い具合はどうですか。いい感じで。いい感じです、うん、やっぱさ、酔い切るまで酔った感じしないよね。酔い切ってる時はもう記憶ないからもうよくわかんない。確かに。今ちょうどいい。今ちょうどいいよね。来年のゴルフフェア開催したら、仕事でもプライベートでも行くなら教えてくださいって来た。サイン欲しいって来た。ゴルフ？ゴルフフェア？行ったことない？ない。あ、一応なんかアジア最大級のゴルフの展示会っていうのが、あ、なんか横浜だっけ？あ、そうそうそう。うん、やってるんだけど、コロナでなくなったんだっけ。で、今年は、来年やるのかな。来年あれば行きたいね。あ、そうだね、うん、一緒に行こう。なんかぶっちゃけそのゴルフ外の人たちが来る、うん、ゴルフに興味あるゴルフ協会じゃない人とかが来るなら私はすごいいいと思う、うん、なぜならゴルフ協会ってみんなやってること一緒だから、なんか新作がちょっと、あ、今度、今回はこう飛びなんだとかさ、うん、なんだろう、なんかあるじゃん、うん、特徴をやってるだけだから。クラブも売ってる。クラブも売ってないんだけど展示してて、あとシナもできて、うん、シナしたい。できたりとか、まあ、ウェアもちょっとあったりとかするけど、うん、まあ、メインはもうギアって感じだから、うん、あとまあ機械、うん、計測器とか、うん、めっちゃ行ってみたいかな。そうだよ、いいね、うん、はい。
コンペはいつ開催予定ですか。参加して船橋の時にリベンジしたいです。まあ、リンゴルは船橋カントリーで前やったんだけど、うん、今年は2月にちょっとまた今情報をちゃんと整理できてないんで話せないんですけど、2月に一応その今やってるトーナメントと、まあ、コンペみたいなのちょっと合体させたようなやつがあるんで、それをやるのと、まあ、ゆいちゃんは個人というか沖縄合宿、うん、で、まあ、今年とか来年は4、5、6、7、8、9、10月ぐらいまで月に1回は茨城でナンドレッスン企画をやろうと思ってるけど、それが、うん、それぐらいかな。だからコンペじゃないから。そうだね、私はラウンドしないんだよね。はい、ゆいさんに質問。海外で今年話題のフォースペダルって道具はすでに利用されましたか。してない。何フォースペダルって。なんかね、あんの。あ、わかる。あ、じゃああれか、かかとに置いたりとかするやつとか、地面反力とね、足の裏に貼り、そう、足の踏みつけるやつでしょ、うん、ハイヤーインパクトだ。あ、はいはいはい、そうだね。とか、それこそバックスイングするときに、うん、左足の指の方にこのこれを置いて、こっちバックスイングすると右かかとに乗る、はい、イメージができる、はい、とか、はいはい、左のつま先と右のかかと。あー、なるほどね。まだちょっとこれは私使ってないから何とも言えないかも。なるほど、うん、オフシーズンだからできる練習や、オフシーズンだからやりたい練習ありますか。これはまあ企画しようかなんか。そうだね、まあとりあえずリズムが、リズム感を失わないように。あ、なるほど。まあ、どうか、純ちゃんやゆいまーるとラウンドできる機会を。これもまあ、なんかちょっと綿密に企画しないと、すぐにできるって言えないんで。あ、これ面白いかも。面白くないか。彼氏はゴルフが上手い、はそうでもない。どっち？どっち？うん、どっち？彼氏や。そうそう、彼氏。私結構上手くても下手でも、うん、めちゃくちゃどっちでもいい、うん、どっちでもいいねんけど、そのプライベートゴルフしてる時に、うん、ずっと喋るの嫌なの。だから、なんか例えば、うん、上手い人やったとしたら、うんうん、え、今のショットこうじゃなかった、ああじゃなかったって言われるの嫌やし、例えばそんなに上手じゃない人やったら、うん、今のショットこうした方がいい、ああした方がいいみたいな聞かれるのも嫌な。お互い個々としてゴルフしたい。はいはい。だから別に上手でも下手でもマジでどっちでもいい。はいはいはい。ただお互いがお互いに、うん、独立した状態でゴルフしたい。で、たまにナイスショットしたら、あ、ナイスショーいいねとか、OB やったら、なんで OB やったねぐらいの距離感でゴルフしたい。普段さ、ずっと喋ってるから、ゴルフ中、ラウンドレッスンもそうですし、だからこうプライベートはさ、もう何にも縛られず、誰のゴルフも面倒を見ないっていう、もう独立した状態でゴルフしたい。めっちゃわかるわ。それこそ初心者の人でも全然いい。勝手に走ってね、勝手に打ててくれたら全然いい、ね。まあ、一応ね、ちょっと、まあ、もちろん絶対なんていうの、プレーの進行が遅れへんようにとか、一緒の組でやってる以上、うん、ペースは絶対に保つけど、そうね、ただその必要以上にこう、めっちゃ寄りかかってこないというか、めっちゃ分かる。イライラしてくんだよね。こう打つたんびに、今のってどうやったみたいなとか、うん、今のって何が悪かったみたいな。それね、撮影の時とかラウンドレッスンの時はもう逐一逆に私が言うの、はい、あ、今頭上がってましたよとか、うんうんうん、あ、今体重移動変でしたよ、うん、逐一私が言うの、はい、じゃなくてプライベートでゴルフしてる時は言いたくない、うんうん、もう自分のゴルフに集中したい、なんなら、うんうんうん、自分のゴルフが見たくない、うん、そう、どっちでもいい、まそうだね、どっちでもよくない、どっちでもいい、そう、本当にそう、
山内さん、たまに文句言われるんだよね。なんで？なんかプライベートで喋んないじゃん、もちろん、うんうん、なんか、まあ、酔ったら喋るし、いや、わかるよ、なんか、まあ、一応多分動画が回ってたら喋ろうってなるから、うん、スイッチが入って多分ね喋るんですけど、そうじゃないと思う、マジで。マジで、じゅんちゃんとプライベートゴルフ行ったら、私とじゅんちゃんマジで喋らないから確かに、もう仲悪いかと思われるレベルで喋らないんだ確かに、まあ、それで言うと、まあそれを撮るのは面白いけどね、ガチ、もしこの前ハーフ回った時で、すごいなんか喋った方やと思う、めっちゃ喋ったよね、うん、なんかめっちゃ喋った方やと思うよ、うんうん、でもさ、言いたい人いるじゃん、なんかこれってこうで、ああで、もうこうでこうで、え、でもさ、今のってさとか言って、うん、今私マジで結構そういうのないし、うん、ミスはミスだし、うまくいったらうまくいったらし、だからそれ以上でもそれ以下でもなくないみたいな。プライベートゴルフ、しかも彼氏でしょ。あ、彼氏だったら嫌だわ。嫌じゃない、なんかマジで嫌だ。こう個別にさ、ゴルフしてさ、グリーン上でちょっと会うみたいな、で、え、いいねみたいな、ナイスショット、そうやってちょっとこうフェアウェイ2人で歩いてみたいな感じがいい。いいね、いいね、散歩してるぐらいな感じ。そうそうそう、打つ時は別に、なんていうの、特にこだわらずバラバラみたいな感じが好き、うん、うん、なんかゴルフなのにゴルフじゃない会話をしたい、うん、そういうのが好き。うん、なんかどっちでもいい、どっちでも、なんか上手でも下手でもどっちでもいい、うん、どっちでもいい、なんだこうね、うん、ストレスのないゴルフができるなら、うん、そうそうそう、はい、ゆいちゃんは髪伸ばしてるんですか。なんかね、私ね、うん、この前インスタでも言ったんやけど、うん、今抜け毛がすごくて、なぜか。あ、マジ？このさ、アホ毛、あー、はいはい、切れ毛がすごくて、めちゃくちゃ切りたいの、もう後ろ刈り上げるレベルで切りたいんだけど、うん、切ったらこのアホ毛がめっちゃ目立つん。あ、マジ？そう、やから、はいはいはい、切ってないだけで。アホ毛の時期や。そう、これがもうちょっと伸びたら切ろうと思ってるけど、今強烈すごい時期やから、こことかやばい、ね、もう、あ、この辺やばいです。そう、そんなに目立たないけど。いや、これね、だから自己満もあると思う。まあまあそうだね。ゴルフしてる時帽子かぶってるから多分わからないんだけど、マジで本当にすごいよ、この辺。たまにさ、ね、ここだけなんかピュ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 ってね、時期あるよね。それが今は生まれつそうで、もう、うん、そうなんだ。めっちゃ切りたい、でもこのまま。なお、全然伸ばしてはない。逆に短い方が。確かに。ゆいちゃんやっぱ短いに似合うからいいよね。ということで、さ、最後。いやー、でも面白いかな、こういうの聞いて。来年のゴルフの目標なんですか。つまんないかな。それあるじゃないの、はい、ベストを狙う回をする。ああ、そうね、まあ、常にベストを狙う回にするか、もうもはや。だから会話なしでも会話なしね。ベスト狙ったらマジ会話ないと思う。ないよ、本当にないね。一回喋らない系ゴルフでやっぱやるのはあり。なんか誰か解説いる無駄に誰がいいか分かんないけど、ちょっとゆっことかいてくる。ゆっこに解説させる。ゆっこ解説、遠くからずっとゴニョゴニョ投げてるみたいなやつやるか。確かに面白いかも。ひーちゃん今何番で打ったんだろう。聞こえてるんだけどみたいな、でも頑張って無視するみたいな。あ、面白そう。でもゆいちゃんのその多分60なんだっけ、 6は難しいじゃん、その現役だと思うよね。現役の時やってた。最近のベスト、最近ここ3年の、ここ2、3年のベスト。60代は出してない。じゃあしばらく目指せパワープレーか、ま、目指せ60代とかな。あー、60やばパワープレープラス3、あの3バーディー。わー、えぐない？ちょっとすごい見知ってるゴルフ場だったら頑張れる気がするんやけど。来年の目標は、私はベスト更新で、ゆいちゃんは60代、まあまあレベル高いけど、ちょっとすごくない？1回でいけるか、俺も。はい、ということで、まあ、一旦ね、締めようかな、うん、はい、ということで、はい、ゆいちゃん今日は忘年会ということで、ごちでした。はい、ありがとうございました。今回はね、このガストロノミー黒沢さんでお食事をさせていただいたんですけども、
赤坂にあります。赤坂の方はぜひね一度でいいから本当に行ってみてください。めっちゃ美味しかった。オーナーこだわりのタレとか、まあ、レシピでお肉もそうなんですけどそれ以外もすごい美味しいのでぜひ赤坂来た際には予約してみてください。行ってみてください。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。